水が足りませんので、水をもっと入れます。この辺はちょっと高さがありすぎて干上がってるな。困ったなこれ。漏れてるなということは、脇からの水漏れはなし、真ん中のトンネル土管から漏れてますね。真ん中の土管から漏れてるということは、つまりここから漏れてるということだから、でもこれ詰まってるか、これ以上は止めようがないか。こっちから見ればだいぶまあ水は入ってるけども、どうもやっぱり埋め立てられたとこだけは干上がってしまうな。だけは干上がってしまっています。参ったなこれ。埋め立てられたところだけきっちり干上がってますね。砂やもんなこれ。慣れたら強く頑張ってる。捕食用の慣れたち。こんな感じでガンガン出して、水がたまらんことには除草もできません。